はい、皆さんこんばんは、ビーレジェンド鍵谷です。今回はですね、この2つのプロテインを使って、フルーツミックスをね作ってみたいと思います。まず用意するのは2つです。で、今日はねこの寝る前に飲むフルーツミックスを作ろうと思ってますので、まず最初はそんなバナナ風味ですね。そんなバナナと、そしてこっちが寝る前用のいちごミルクの夜用カゼインでございます、ね、この2つを使って、やっぱり小さい時にね、よく僕なんか日曜日の朝にね、牛乳とバナナとなんかみかんの缶詰とかそういったものを詰めてですね、フルーツジュースをねよくミキサーで作ってたんですけれども、なんかそれを思い出しますね。まずそんなバナナとカゼインを 50-50 でね半分でいこうと思います。まずバナナから2杯ね、2杯入れます。そしてカゼインも同じく2杯入れます。まあカゼイン3でバナナ1でもいいかなと思うんですけれども、まあ寝る就寝用なんでね、寝る時用で考えてるのでいいかなと思うんですが、今日は半々でいきます。で、いつもの通りローリングでシルクをしてですね、そしてちなみに水は250入れました。僕大体いつもねカゼインを飲む時は250でやるんですけれども、もちろん300とかね200でやるともうちょっとトロトロになりすぎてダメだと思うんですけれども、まあ250あればいいかなと思います。はい、こんな感じです、ね、まあ少し泡立ってますけどね、まあほぼ大丈夫ですね。はい、ということで、では飲んでみたいと思いますね。蓋をすするのは鉄板ですね。うまい実は初めてなんですよね。これうまそう。うまいわ、やっぱうまい。僕が小学校の時に飲んでた日曜日のフルーツジュースと比べると、みかんの缶詰が入ってない分ちょっと味は違いますね。すいません、僕しか分かんないですね。だけどね、このバナナの感じがいいですね。バナナをほっぽって入れて牛乳入れてた、あの感じが出てますね。いちごを入れることはやっぱりなかったんですけど、でも稀にあったかな、いちごがあった時は。うわ、これ超うまいな。これうまいです、ぜひやってください。うわ、これうまいわ。はい、ということで、ビーレジェンドなんだ、フルーツミックスにしておきましょうか。ビーレジェンドフルーツミックス作りました。ということで、ぜひ皆さん試してみてください。さよなら。